200円、あ、安いじゃん、あ、これでいいよ、これでいいよ、200円でここショートカットできるの、いいわ。さあ、ということでね、これ良かったですね。馬のとバスの違いが違い決まりましたね。ということで、ね、次はね、この蒲郡行きによってちょうどもう電車来てますね。こんなすぐに出発しやんと思うけどな。とりあえずこれになってね、左足で行ったら行きましょう。いや、よかった。料金はね、200円。いや、ここの200円はすげえ大きいよ、本当に。まあね、あの地域の中はね、くるくるといろいろと回りながらね、走っているんでね、多少時間がかかりますよ、とはいえ、このね、ほぼほぼ道路で一直線で結んでくれてますからね。何分発 ?55分、10分後、ちょうど近いな。ちょうど10分後入ってきます。ガラッと回ったら絶対時間かかりますもんね。結構特徴的ですからね。こっちがね、メインでよく使われる安城名古屋の方にね、行くホームに、ここがカーブのど真ん中にあるんで、めちゃくちゃ隙間が空きますよっていうので結構定評があるんですけど、でこのままねずっと繋がってはいるんですけど、蒲郡線の電車はこっちには入ってこなくて、でね、あ、こんな感じか。乗り換え改札口、乗り換え改札口を使ってくださいってことなんですね。あ、フリーキップやで、ね、あ、これもう一回改札を通すんだ。真ん中はここから使えるといけない。でしょ、1月1日から10日の間はあれ、さっきね、冒頭で3600円、1日で3600円とか言ってもいいですよ。もう普通にあの2日で4000円だ、半額の2000円でこの正月シーズンが使えるようになっているのが便利ですよね。で、乗り換え改札口からと、これが蒲郡ですね。これでこっちの方ね、ストーンとローカル線で行きますよと。こんなワンマン工事だろうね。で、ザ・ローカルって感じですけど、そうだ、ここの、もう一応だから端っこになってるからね、地図上だとちょっとね、パーになる感がないですけど、じゃあここが端っこになってるんでね、一応取ってきますよね。よし、ターミナルってことで、ね、いいですね、こういうのどかなねところで、で多分このちょうど接続なんですよね、今左吉田に、もう行き先方向も書いてあるか、これが折り返し弥富行きになるんだ。だからこれに乗ればあの端っこのね、もう一つの端っこの弥富行きまでの乗り換えなしで行けるんですけど、今ここから弥富に行ったら私は後の予定全部狂いますからね。で、多分乗り換える人を見越してこの電車が発車するといった感じなのかな。ワンマンだし、なんとかに乗りそう。見越しはやっぱ少ないね。この先は勝ち切りようだった。もう昔からワンマンでしたから、そんな感じが残ってますね。独特やね。あ、一見どこになるのか。蒲郡、残念ながら工事は書いてあったんですけど。
左側の方で。あれかな、ワンワン運転だから途中駅で降りる場合はこっちの扉が開かないのかもしれませんね。さすがにガンマ工事は大事、まあね、最後まで来ました。あ、そうですね、やっぱワンマン運転では最前線の人よりも多いですね。ガンマ工事は大丈夫なんですね。だからみんな前に乗るんだ。あれ、キラエスやの駅前は、まあ、一応ちょっと建設屋さんとかが喫茶店とかがありますよ程度なのかな。うん、まあでも住宅地は近くにバラバラがするんで、住宅さんはまあここら辺までは結構いいですね。お待たせしました。失礼します。まずはこちらください。